いと思います。皆様お付き合いよろしくお願いします。それでは第3ステージのオープニングはあの曲からスタートしていきたいと思います。皆様ハイサイおじさんご存知でしょうか。ピンとこない方は変なおじさんから、はい、分かりやすい方と思います。はい、皆さんちょっとこの変なおじさんのダンスもご存知かと思うんですけれども、ぜひですね手が空いておりましたら手拍子、そしてまた指笛も入れていただければと思います。お酒好きのおじさんとワンパク坊主の掛け合いの歌、にぎやかに参りましょう。ハイサイおじさん、ハイサイおじさん。Thank you.
Oh, gee.
Thank you.
ですので、ハッピーバースデーソングをですね、みんなで歌って綾野さんにプレゼントしていきたいと思いますので、ハッピーバースデーソングをお名前の部分は綾野さん、綾野さんでいきたいと思いますので、皆様一緒に歌ってください。それでは参りましょう、せーの、ハッピーバースデー。23歳、若いですね。24歳の誕生日
りもまたお待ちしております。はい、それではですね、今の第3ステージのフィナーレの曲はリクエストいただきました朝のゆいがお届けしていきたいと思います。さあ、ゆいゆい、また花火のツインならカノノシャマヨのお囃子は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、ぜひ一緒に歌いながらまたの指声も入れていただければと思います。それでは沖縄民謡の代表的な一曲リクエストいただきました朝のゆいください。今娘もなんか学童やってるんでよろしくお願いします。はい、有名な。